こんばんは、平山茂です。今日は7月3日土曜日でございます。現在時刻は夜の8時40分ですね。今仕事が終わりまして家の方に戻ってまいりました。今日はちょっと照明を手持ちなんですが、照らしております。上から下向きに照らしております。めちゃくちゃ綺麗ですね。はい、そして明るいですね。よかった、使えますね。これはね、昨日買った照明です。はい、LED ライト、こういうね、こういう非常にいいですね。ここで固定できたら本当は一番いいんですけどね。さあ、そんなことはもうどうでもいいですね。今日はちょっと大変なことが起きてしまいました。熱海の方でね、土砂災害がねちょっとあって、ちょっとね、なかなかいつも言う言葉がね簡単に言えない感じなんですけれども、まあ、皆様本当に、ちょっとね天気にいろいろ左右されて皆様大変な思いされている方多いと思います。本当にまずは、被害に遭った方、本当になんて言ったらいいんですかね、本当に亡くなられた方もいらっしゃるのでお悔やみ申し上げます。そしてまだまだ、懸命な、救出作業とかをね今自衛隊の方とかされてると思うんですけれども、本当に応援したいと思いますし、なかなか今日は重い空気でやっていくしかないですね。まあでも大丈夫です、大丈夫、強く生きていきましょう。今生きている人たち、まあ、今日はもう本当これしか言うことはないです。本当に大丈夫ですから、大丈夫です。また明日お会いしましょう。また明日元気な姿でお会いしましょう。頑張りましょう、一緒に。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。